本作作は年終戦直後の10月の月展覧会でで発表された一作ですこの展覧会を開催するにあたって粒子自身も大きな苦難を乗り越える必要がありました終戦間際の8月13日粒子が住む新宿一帯に空襲があり自宅が壊滅的な被害を受けてしまいます。しかしか 粒子は奇跡的に被害が少なかったアトリエに泊まり込み作品制作を続けたのです。10月の展覧会で本作とともに発表された「爆弾三下は」は川端粒子の代表作で爆弾の衝撃と戦争の悲惨さが庭の野菜が飛び散る光景に象徴的に表されています。一方で、本作我流には、 雲を収め明堂を抑え憔悴しきった竜の姿が大画面に描き上げられています本作の制作当初は竜の図を描く予定はなく特攻隊をテーマに描こうとしたと竜子は言っていますしかし日本の敗戦を目の当たりにした時人通力を失った竜を主題とする 敗北日本のシンボルを描く構想を劉主は深めていったのですこの墨画に金彩を使って描いた弱り切った竜の姿について劉主は至福何年という気持ちで描いたものです竜を自発的に描いたのはこの一点だけですと後に語っています劉主は画号で龍の子を名乗っているものの 龍の図はここぞという時以外には描いていません本作が発表された終戦直後の展覧会においては他の美術団体が戦後の混乱で展覧会の開催を躊躇している中他団体に先駆けて龍氏は開催の決断をしています龍氏は終戦を経て自発的に龍を描くことでまさしく焼け跡から始まる 戦後日本の象徴を生み出そうとしたのですさらに竜の傍らに玉を配置することによってこの竜が再び玉を手にして天に舞い上がるとき日本の戦後復興が果たされるよう願いが込められているものと見て取ることができますそしてこの竜の図が契機となって竜主は戦後 目黒不動尊や浅草寺の天井に巨大な龍を描くことになるのです。